関野義春は、日本の探検家、人類学者、下界。武蔵野美術大学名誉教授。1999年、上村直樹冒険賞、2000年度の文化賞、東京都墨田区出身、父は小学校教諭。1975年、一橋大学法学部、卒業。1976年、一橋大学社会学部中退。1982年、 横浜市立大学医学部医学科卒業。一橋大学在学中に自ら探検部を創設。大学3年時の1971年に1年間休学し、3人で舞台を組みアマゾン川全流域を下る。その後南米中央を旅行する。早稲田大学探検部にも参加し、現在は早稲田大学探検部 OB 会の2機会会員。留年、休学、編入と、 7年間大学に在籍。7年かけて法学部を卒業した後、一橋大学社会学部3年に編入して、探検家に必要な知識を身につけるため、社会人類学のゼミを受講していた。しかし、旅先で世話になる、現地住民の足手間とになっているとの思いから、現地の人の役に立てるように医師になることを志し、夏頃から勉強を開始。翌年、大学を中退し、 横浜市立大学医学部に再入学。医学部在学中も1年のうち4ヶ月は南米で暮らす。横浜市立大学医学部卒業後は外科医となり、病院勤務と探検を2、3年おきに繰り返す、生活を続け南米に通う。1978年ギアナ高知発訪問。1981年にペリューのアマゾン川の源流地域パンチャ高屋で、 アンデス文明の遺跡を発見。そして1993年から10年もの歳月をかけ人類発祥の地アフリカから祖先の拡散の足取りをたどる旅、グレートジャーニーを開始する。この旅行はフジテレビでシリーズ化され放送されている。妻と長女がいる。フジテレビで放送されたグレートジャーニーの DVD はポニーキャニオンよりリリースされている。また、 シングレートジャーニーはフジテレビにて放送されたが DVD は株式会社ポルケからのリリースとなっている。ありがとうございます。